米輸出中国に熱線。今度はお米は中国の方向いてるんですよ、はい、日中関係が改善の兆しを見せる中、中国への米の輸出拡大を目指す交渉動き始めています。習近平国家主席が主導する広域経済圏、例の一帯一路、こちらに関する国際会議に合わせて先月中国を訪問した自民党の二階幹事長、中国の政府高官に日本の米をできるだけ多く食べてほしいと切り出したといいます。背景にはこれ選挙絡みの事情があるようななんですね、はい、安倍政権2018年に国が主導して米の生産量を減らす減反政策、これをやめる方針を決定しました。日本国内米の消費年間8万トンペースなんですね。減り続けてるんです。8万トンペースで減り続けてますから、このままだと米余り、あと米の価格の下落、米農家の収入激減という心配が出てるんです。次期衆議院選挙控えて、およそ100万戸に及ぶ米農家、これは評伝なんですね、はい、選挙責任者であります二階幹事長が中国への米輸出拡大に活路を見出そうとする、まあ、これが事情、こういう事情があるということなんですが、これどうなんでうまくいくんですか。二階さんが頑張るのは構わないんですが、はいはい、必ずその政治家というのはですね、はい、アメリカと日本が仲良くしてればですね、中国と仲良くしてる人が必要だってことは非常によくわかります、はい、ですから問題はもう一つのことなんですね、ええ、さっき申し上げたように今の自民党はですね、農業についてどんどん日本の農業をですね、変えようとしてしまってるわけですね、である経済新聞の報道ですと、農地の売買をですね、どんどん緩和して、はい、で報道によれば今の農地のですね、90% はもう自由に売買、企業に売れるようになりそうだって話なんですね、でそんなことやってですね、農地を減らしておいてですね、もちろんそれ休館地とかなんかなってるから売った方がいいんだっていうことなんでしょうけれども、で売りたい農家もたくさんあるのは分かってます、はい、でそうやって農地を減らしながらですね、今度これ農地が必要なことをやっているっていう、この何を考えているんだろうなということですね、で今までその JA 農協諸団体というのはですね、自民党に対してかなり逆らってきた、今度撫でつけてですね、自分たちの言う通りになるっていうふうに踏んだもんだから、この農業自体はよく考えてないんじゃないかっていう気がして仕方がないですね、何とでもなるんだって思い始めてんじゃないかじゃないでしょうか。これは非常に日本の安全保障にとっても危険なことだと思います。